皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。今日はですね、風についてちょっとお話をしたいと思います。風といっても、山での風です。先日ですね、台風21号、今年は2018年の、今9月なんですけども、台風21号が関西方面に上陸をして、大阪などで非常にですね、その台風の風というものが猛威を振るいました。その時のですね、台風の風風速ですね、最大瞬間風速が45メートルから55メートルという風が街中を襲ってですね、いろいろな各地で被害なども遭われた方もいらっしゃると思いますが、非常にですね、生命の危険を脅かす以上にですね、お家が壊れたりとか、車がひっくり返ったりとか、いろんなことが起こりました。その時の風がこういう感じになります。で、その前にその時の台風21号はフィリピン海、日本のですね、はるか南の海上で発生をして、どんどん発達をする、海の上で発達するんですけども、その時に915ヘクトパスカルの気圧がですね、915ヘクトパスカルまで気圧が下がり、その時の瞬間最大風速は75メートル、秒速75メートルですね、と言われていました。その台風が日本列島に向かって北上していく中で、台風自体の勢力は弱まっていくんですけども、猛烈な台風から非常に強い台風へ、勢力は弱めながらも日本に上陸をした時に、最大瞬間風速がだいたい50メーター前、50メーターから60メーターの間かな、50メーターぐらいだったんですけども、その時の吹いた風が、あの大阪の、YouTube とかの動画でいろんなこう現地の映像とかも、Twitter なんかでも、現地にいる人が撮影した映像が流れていたんですけども、非常に衝撃的なですね、風の猛威というものを見せつけられるような映像を見ました。では風速っていうのがどういうことなのかっていうと、先日の動画でもちょっとお話したんですけども、風速1メートル、まずこれはちょっと昨日のおさらいです。風速1メートルっていうのは、秒速になります。秒速1メートル、1秒間に空気が1メートル移動する、その時に起こる風を風速1メートルと、呼ばれていて、この風速45メートルとか55メートル、75メートルっていうのはどれぐらいの風かっていうと、時速に換算すると分かりやすいんですけども、例えば風速10メートルの風はですね、時速に換算すると秒速なので1分間に60倍ですよね、1分間に600メートル。で、それが1時間になると、またさらにこの600メートルに、60をかけるので、60だからこうですね、3万6千メートル。時速にするとですね、3万6千メートル。これをキロに直すと、時速36キロ。時速36キロの、風になると。要は車、自動車とかオートバイとかで時速36キロで走っている時に、体に受ける風ですね。それが風速10メートルです。では、この75メートルっていうのを計算するとですね、秒速75メートル、1秒間に空気がですね、75メートル移動する、それだけ考えてもすごいことなんですけども、1秒間に75メートルをかける60ですね、でかける60、これは分、これは時間ですね、で計算すると時速、270キロ時速に換算すると、
時速270キロという風になります。その時速270キロっていうのはどういう風かっていうと、もう新幹線であったりとか F1 レースですね、 F1 の車がまあ時速270キロ300キロ近いスピードで走っている時に受けている風ということになるんですけども、時速270キロの風を受けるとですね、自動車が空中に浮きます。自動車がですね空中に浮くような風と思っていてください。で、先日のですね、大体45メートルとか50メートル、時速、風速50メートルの風で家の屋根は、飛んでしまう、また車はひっくり返ってしまう、ような風がになります。で、じゃあ山で、登山をしているときにどのぐらいの風が吹くとどういう影響があるのかというと、まず風速20メートル。風速20メートルの風が吹くと単純にこの10メートルの2倍なので、だいたい時速70キロぐらいの風になります。時速70キロで走行している時の風になるんですけども、風速20メートルの風を受けるとまずまともには立っていられません。風速20メートルではもうまともに立っていられない、よろけてしまう、または飛ばされてしまうという風になります。で、もう限界はですね、もう風速25メーターの風を受けるとですね、完全に飛ばされてしまうという、人は飛ばされてしまうと言われています。それで、だいたいどのくらいがじゃあ、行動できる範囲かっていうと、やっぱりこの風速10メーター前後、時速が36キロ、まあ35キロとか36キロ、この辺がですね、普通に山の稜線で風を受けても、まあ普通に行動ができる、まあ少し煽られたりとかもするけども、注意して歩いてれば、まあ行動ができるギリギリがですね、だいたい風速10メーター前後と思っていてください。風速がこれが15メートルになってくると、よろけ始めます。で、もう20メートルになると立っていられない。もうずっとこう姿勢を低くしてこらえてなきゃいけない。それを台風姿勢とも言うんですけども、風速25メートルになるともう行動できない、もう飛ばされてしまう危険な状態になっていると。で、この風の特性っていうものが、まあ空気なんですけども、空気は粘着力があります。で、こう山があって、ここは平地ですね、平地があって、風が吹いてきます。この風もですね、一定方向から吹いてくるわけじゃなくて、高さが変われば風向きが変わったりとか、風の強さが変わったりとか、風はですね、いろんなこの気圧配置にもよるし、その時の、天候、日照、太陽の位置だとか、そういうものでも風は変わります。でも、まあ普通にですね、こう一定な風が吹いていると仮定して、風はですね、こう山に当たるとこういうふうに流れます。こういうふうに流れます。で、こういうふうに流れると、そうするとここに当たる風と、ここに当たる風、またここに当たる風では風の強さが変わります。どんどん風はですね、集まってきて、強くなっていくと。で、パワーも強くなる。一番強いのはここですね、この稜線の風上側、風上側が一番風が強い。この稜線、尾根の一番突端の風上側ですね、が一番強いと言われています。これが尾根の形によっても変わるんですけども、もっとなだらかなこう尾根であったりとかすると、一定の風が吹くとそれほどこう強くならないんですけど、急にこう斜面が急な、壁になっているような斜面を駆け上がってくる風と、真正面から向かってくる風とがぶつかり合って、パワーを増して強くなると、非常にここの部分が強くなります。なので、例えばテントを張ったりとかする時も、風上側の斜面のこの辺は一番前側ですね、斜面に対する、この前側、風上側は非常に風が強いという傾向が、しかも吹き上げる風なので、テントはですね、こう吹き上げる風には非常に弱いです。だからこう巡り上がったりとか飛ばされたりとかします。で、それよりはこっち側、斜面の風下側ですね、風下側の方が比較的風が弱くなっていることがあります。またはこう防風林みたいなものが、木が立っていたりとかすると、木の風下側の方が木がある程度風を避けてくれるので、風が弱くなったりとかもします。まあ、風の強い時にテントを張る場合はその場所ですね、
例えばこういう地形のところ、だだっ広い広いところだと、風上側ではなくて風下側の少し下がったところ、稜線の一番高いところよりも少し下がったところは比較的風が弱かったりとか、上を通り抜けていくので弱かったりすることもあるので、その辺はですね、テントを張るときに風の強さ、風の向きとかそういうものも意識して張ると風に影響を受けづらい場所にテントを張ることができると。よく風に飛ばされるっていう現象が起こるんですけども、あれは風のことをあまり分かっていないという状況になります。で、テントが飛ばされる風っていうのはおそらく3メーター、秒速3メーターの風をですね、まともに受けると、ペグとか固定していない場合はもう転がったりとかずれたりとかするぐらいに風の影響を、テントは非常に風に弱いもので受けてしまうと。もう 5,6 メーターになると確実にもう飛ばされていってしまう。だそういう場合は必ず、飛ばされないように工夫をしながらテントを設営したりとか、テントを設営した後もその風飛ばされないようにしっかり張り綱を張って固定して、それを常にチェックすると、特にテントから離れる時には、必ずチェックをして、その張り綱の張り方、張り具合とかそういうものを、もし緩んでいれば修正するというのを気をつけていただければいいんですけども、その前に張る場所を考えるということを気をつけていただければと思います。じゃあ先日の台風もですね、ある程度このぐらいの、風の予測というものは、事前にできていたので、どういう対応をしなきゃいけないかっていうところはですね、ある程度、まあ、できれば予測をできた方がいいんですけども、この風速75メーター、これはもう本当に危険な、状態でですね、時速270キロです、車が宙を浮くという状況で、50メーターでは車がひっくり返る、屋根が吹っ飛ぶという状況になりますので、そういうところもですね、普段の生活の中でもちょっと風のことを意識して、特に山の中ではですね、テントを張る時もそうだし、歩く時もそうだし、今日は何メーターぐらいの風が吹いているかということに意識していただくと、行動する時の安全面に対するですね、判断というものを、間違わずに、することができます。ただ登山ではですね、あまり僕の経験上ですね、僕は21歳の時からパラグライダーというスカイスポーツをやっていて、スカイスポーツの場合はですね、風速大体、まあ、パラグライダーは時速が大体40キロから60キロ、巡航速度が40キロから60キロぐらい、まあ、40キロとしたら、36キロ、時速36キロの風が吹いていると、風に向かって飛ぶとですね、ほとんどまず、前に進めない状況になります。そうするとですね、非常に危険、後ろに下がっていくことはあっても前には進めないという状況になるので、自分が行きたいところには行けない、コントロールは確実にできないという状況になるので、もう10メーターの風が吹いたら、飛ぶことは諦めるというような感じで、だいたい風はですね、2、3メーターから5、6メーターぐらいの風の中でスカイスポーツ、パラグライダーは遊ぶという感じだったので、常にそういう風をですね、意識しながらフライトもしていたし、普段の生活でも常に意識をしていたというのは、一日の中でも風の強さというのは変わっていくし、風向きも変わっていきます。その風向きの変わり方によっても、突風が吹くような変わり方、この先突風が吹くぞっていう変わり方と、そうじゃない変わり方、いろんなこう風向きの変わり方でも先が読めるということで常に意識をしていたんですけども、登山の場合はですね、それほど意識をされている方は少ないかもしれないんですけども、ちょっと風を意識することで、非常に安全に楽しく登山を楽しむことができますので、まあ風のこともですね、少し、まあ、勉強していただければと思います。今度は雲ですね。風が起こる、対流が起こると雲ができる。で、雲ができるということは、その時の 気圧配置、気候っていうのもこの雲が教えてくれるので、それは寒天防気っていうんですけども、風と同時に雲の変化の仕方っていうものも意識して登山をされると、非常にこう天候の読み、風の読み、そういうものが上達していきますので、ぜひそういうことを意識しながら登山を楽しんでください。で、雲については雲の本が売ってます。これから、まあ、雲っていうのは規則正しく変化をしていく、気圧配置によって雲ができる位置、雲の変化の仕方っていうのも規則正しく行われているので、その雲の変化の仕方、雲の出来方っていうのを少し学ぶとですね、この先の天候がある程度読めるようになってきます。そうするとこう結構楽しくなってくるんですけども、それに加えて風の向きとか風向き、朝からどういう風が吹いているのか、どういう強さの風が吹いているのかで、お昼頃どういうふうに風が変わったかっていうことによって、それでも天候を読んだりとかっていうことができるようになりますので、
まあ、ぜひそういうこともですね、意識をしながら登山を楽しんでいただければということで、今日は風についてちょっとお話をさせていただきました。